長野でーす。ということですごい賑やかな夕ご飯なんですけど、はい、あの普段一緒に練習している血縁師の大蔵さんと、お世話になります、あの一郎さん、やば一郎さんと箱根駅伝柱の高橋宏さんと一緒にご飯を食べています。で夕ご飯なんですけど、はい、見て長野といえば蕎麦です。戸隠蕎麦だそうですよ。はい、戸隠蕎麦っていうので、戸隠蕎麦、うんす蕎麦、戸隠蕎麦、うんす蕎麦、油屋さんの名物だそう。油屋さんの名物ということで俺何も話してない。じゃあ蕎麦いただきます。なんだっけ、あなたのうどんがいいの、うどんがいいの、いや蕎麦、蕎麦、あなたの蕎麦がいいんです僕の蕎麦にみんないてくださいね。はい、それうちの子よくね。ついつい出ちゃうね。美味しいとね。いきまーす。そば、音を立てて。音を立てて。日頃、日々の鍛錬、日々精進、いただきます。もう今まで食ったそばと違う。美味しいね、本当に。美味しい、もちもち。めちゃめちゃ歯ごたえがすごい。だってめちゃめちゃ美味しい。そろそろ明日に飛ばしてもらっていいですか。明日に、明日に、じゃあ今日はね長野ということで、トゥン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 、ゴッホより普通に脱線が好き。はい、おはようございます。はい、今日はですね長野マラソンです。ということで今日は長野マラソンなんですけど、今回は日本陸連のランリンクというプロジェクトで派遣してもらい走ることができます。で今回なんですけど、普段先頭の方で走って先頭の方でゴールしてっていうので、なかなか走ってる最中に、まあ、沿道の皆さんとはこう触れ合うことができるんですけど、参加者の皆さんと全然触れ合うことができないなって思ってたんですよね。そしたら今回なんとですね、最後尾からスタートさせてもらえることになりました。なので後ろから安全には気をつけながらどんどん前の方を追って、あのみんなとできるだけ多くの人と会えるように僕も早く走ります。じゃあ今からちょっと準備してね、ウォーミングアップが始めていきたいと思います。今日は長野マラソン、やってみよう。今回はですねスペシャルドリンク、今ね開発に携わってるスペシャルドリンクがあって、ちょっとこれを試してみる。でもドーピングとかじゃないよ、ドーピングそんなやばいものは入ってないんだけど、マラソンに効く成分を見つけて今製造中ですうん、うん、うん、お願いします、お願いします。いやそう、行きましょうパワーって違う人やからね。パワー10秒前9 8 7 6 5 4 3 2 1。あなた動き始めた、動き始めた行ってきます、行ってきます。待って、今何分、もう7分経ってるよね。スタート地点どこ？すぐ、はい、じゃあ自撮りでお願いします。ここから自撮り、はい、オッケー、行ってらっしゃい、行ってきます。はい、やっと今8分経ちました。やっとスタート地点が見えた。今からあのスタートラインを越えたら走り出したいと思います。今10分差かな、10分差でスタートします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ね、安全には気をつけながら少しずつ行きたいと思います。みんな頑張りましょう、イエーイ。あ、ミスかな、ミスかな、イエーイ、野球場、はい、イエーイ。まだ全然前は進めないけど、みんなとね楽しく話しながら楽しんでます。人がすごい、見てこれ、もう前までずっと埋まってるんだよ、すごいでしょ。はい、え、そうなんですか、いいですか、イエーイ。じゃあちょっとあとちょっと今から走っていきたいと思います。5キロ来ました、5キロ、5キロが今全体で33分11で、今僕が23分19。善光寺だこれ、善光寺の坂、すごい人が、あ、ありがとう、ミネちゃん、おい、イエーイ、筑波の同級生、はい、ありがとう、ありがとうございます。
よし、やっと涼しくなってきた。7キロこんな感じ。はい、やいや、頑張ろう、やってみよう。よし、今通過、この5キロが19分38秒です。結構少し下げてきて、やっと前が見えるコースになりました。はい、頑張りましょう。イエーイ。やばい、これはどっかの多分 3.5。 ここの集団は何ですか？デコさん。3時間半、3時間半の集団でちょっと前に進めない状態になっちゃいました。ちょっとここは無理せずね、抑えてちょっと一回休憩したいと思います。ああ、猫さん発見しました。猫さん、こんにちは。頑張りましょう。1、2、3。ありがとうございます。はい、今15キロに来ました。トータルで今1時間10分56。はい、この5キロ19分11、3分50ペースぐらいかな。ちょっとここのペースでひとまず押していきたいと思います。ちょっとまだなかなか自分で3分40まで上げるのは結構難しくて。ありがとうございます。やってみよう、やってみよう。ありがとうございます。頑張ります、頑張りましょう。はい、上げたいんですけどちょっと難しそうなので、ここは頑張ります。で、今3時間20分ぐらいのところまで追いついてみたいなので、もうすぐダイトさんとか会えるかも。ニッチさんは、あれ、ニッチローさん会えなかった。ニッチローさん、ダイトさん、ダイトさん、ダイトさん、着きました。やっと着きました。今ちょっと早めのペースですか？はい、結構いいペースですが、いい気候なのでこのまま行きましょう。ゆっくり行きましょう。ニッチさんと会えなかったです。ヒロムさんはもっと前、あ、伸びちゃうんですね。頑張りましょう。行きますよ、行きます、出て行きます。よし、まもなく20キロです。だいぶ来た。1時間31分26かな、このラップタイムが19分26。はい、いい感じで押せてます。はい、頑張ります。もう応援がずっといて、これはちょっと元気出るね。頑張っていきます、後半戦やってみよう。よっしゃ、25キロ。お、この5キロ18分41めっちゃ落ちちゃった。あれ、上がってる、上がってる、上がってるわ。もう頑張ります。大みそさん、うん、頑張りましょう。もうすぐ30、いけるよ、いけるよ。はい、頑張りましょう。よし、30キロ。今2時間9分、今ここ19分7。イエーイ、すごい。30キロでもこんな応援がある、すごい。吹奏楽もなってる。ラスト12キロ頑張ります。ヒロムさん、ヒロムさんまだいけます。やってみよう、やってみようじゃない、やってみようじゃない。頑張らんと、いけます、いけます。よし、35キロ2時間27分46。この5キロ18分32、一番速い。ラスト7キロ、あ、頑張ります。よし、40キロここ18分37。いける、いける、いけます、お疲れ様でした。頑張った。手元で2時間44分一人でやりきった。はい、お疲れ様でした。無事に完走することができました。記録が2時間、多分手元で44分なので、まあちょっと分かんないですが、正式はこちらです。順位もこちらです。いやね、楽しかったね。これまでのマラソンとは一味違うマラソンを感じることができて、今までってこうやっぱり本当に誰とも触れ合わなかったんですけど、もう1万人の皆さんと触れ合いながら、1万人もいったか分かんない、9000人、8000人、7000ぐらい、600位ぐらいでスタートして、あ、はい、330位ぐらい、あ、そしたらじゃあ7300人、もうほぼ全員ともう触れ合ったということで、結構もうずっと喋りながら、まあ、動画にも残ってると思うんだけど、もうね、和気あいあいとみんなとこう元気を、笑顔をこう交わしながら走ることができて、こう今まではこうタイムとの戦いって感じだったんだけど、なんかこれもこれでなんかみんなと笑顔で一緒に頑張ろうよっていう協力プレーのような感じで、新たなマラソンの一面を知ることができて、すっごく楽しかったけどめちゃめちゃきつかったということで、こう霞ヶ浦から兵庫、今日っていう練習だったんですけど、もうね、楽しみ尽くしましたね。あ、ちょっとゆっくり休ん、来週は郡山シティマラソンです。ハーフマラソンで、ね、しっかり今日はペースを上げて、タイム目指して頑張りたいなと思っています。今日のね、マラソン見て楽しいなとか、私も走りたい、僕も走りたいと思ってくれた人がいたら、高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。
いやこれからも楽しくランニングやってみようバイバーイ